体はもう柔術やってる方は皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、柔術の、まあ、トップアカデミーって言っても過言ではないと思うんですけど、まあ、そこの九州の支部で、まあ、長崎が先にあったんですけど、まあ、一昨年ぐらいからちょっと計画をしてて、まあ、福岡に出そうということで、で、まあ、なんだろう、オープンすることに、はい、なりました。はい、そうですね、前回、連盟協力大会のグランドインパクト、見に、まあ、うちの選手が1人出てたので、見に行ったんですけど、まあ、そこで九州の、各アカデミーの、まあ、黒帯の、まあ、トップ選手が、出てたので、まあ、自分も九州来たからいずれ戦うことになるだろうと思ったので、それで急遽今回、本当はもともとちょっと別の予定があって出場する予定ではなかったんですけども、少しその予定が空いたので、もうこれは出るしかないなと思って、今回エントリーして、まあ、ちょっとこの九州の選手たちを体感できたので非常に良かったです、はい、そうですね、ジムとしてはまだ九州、まあ、2月にオープンしたばかりなので、まあ新参者なんですけども、まあ、少しずつ会員さんも増えてますし、まあ、若い選手も出てきてるので、まあ、後進育てて、あと会員さん、まあ、楽しくがモットーなんですけど、やっぱり強い道場を目指して、自分自身も選手として、九州で、まあ、一番になって、でやっぱり全国で、まあ、全日本選手権や、あとまあアジア選手権などの大会を目指して、これから頑張っていこうと思います。